あの電流はさ、なんかどうする誰にするって言ってすんなり決まったの。え、L 食らいたいって言ったら、え、んごもって言ってんごも食らいたいって言ってすんなり決まりましたね。なんか誰が演技したいっていうよりかは電流食らいたいって言ってね、あれしましたね。え、どうだったあれさ、あのライバーチームはさ、渡来くんって答えれてる人いなかったけどさ、みんなから見てさ、どうだったの？これ、え、できてた？あれ、んごちゃんとエル。みんなわざとらしかった。なんかみんなで同じ方向性だったからよかったよね。エル、個人的に渡来くんのさ、止めて止めてはちょっとわざとらしいなって。うわ、止めて止めてって。あれわざとらしいなって思って、うわー、これバレたかなってけどね、やっぱね、あれ逆にエルたちは自分たちがさ騙す側だからさ、ちょっと己の演技とかさ仲間にさもう不安になったりしてたけど、みんなわざとらしかったからあれだったのか。渡来くんは挨拶も言ってくれたし、いい子ですね、ほんとに。いやね、いや、これはいい子っていうより、なんか多分そう思ってくれてるんだけど、渡来くんがさ、一緒のチームになった時にさ、よろしくーみたいな感じで話したらさ、え、マジで、チームにエルさん いてくれて、すっごい安心しましたって、まだ始まってないけど言ってくれたんですよー。渡来くんが、いやー、やっぱりね、にじぬんで培った絆かなって思って、わ、そんな風に思ってくれてたんだって思ってね。いやー、伝われてるなーって、エル。そんなね、気にしなくていいのに。そうそう、母性出ちゃった。渡来くんとさ、そのごちゃん始めましたからどういう風になるかなって想像つかなかったけど、ごちゃんも結構ね、キッズだったから、そう、母性湧いちゃいましたね、二人に対して。みんなはどう思う？みたいな。二人はどう思う？みたいな。え、絶対さ、これがさ、いいよ。いけるいけるって。あー、勝ちたいなー。勝ちたい、勝ちたいなー。だってさ、どうせ勝負するんだったら勝ちたいですよね。勝ちたいなーってずっと言ってた。なんか最初はなんか、恵方巻きかー、恵方巻きかーみたいな言ってたけど、なんか、え、でも、なんか L が、なんか、いや、恵方巻きめっちゃいい、めっちゃ食べたいわって言ったら、え、じゃあ勝ちましょうって言ってくれて。やっぱ出るからにはさ、勝たないとですよね。絶対んご優勝したいなーって言ってた。天真爛漫なのかな？なんかねー、明るかった。二人とも。